皆様こんにちは、カリナシオンと申します。今回も前回に引き続き竹久夢二を解説してまいります。悪女と呼ばれた女性の登場、そしてお陽さんと夢二の恋物語の結末やいかに、どうぞ最後までご視聴くださいませ。新たに少年山荘へやってきた女性、山田由紀子さん。彼女はどういった女性なのか。山田由紀子さんは明治34年6月に秋田県の海鮮丼屋の長女として誕生しました。恵まれた少女時代を過ごし、女学校を卒業後、大正9年に帝大卒の弁護士と結婚し、小説家を夢見て自伝的小説流るるままにの原稿を持ち、作家徳田秋生の家を訪れます。浮世絵風の売り真顔のお陽さんと同じ秋田美人であり、秋生さんは一目見た時からその美貌に惹かれたといいます。その他多くの方が由紀子さんの美しさを語っておりますが、夫が鉱山経営に手を出し、それが失敗するとすぐに離婚し、3人のお子さんを置いて上京したことから、由紀子さんは悪女と呼ばれるようになります。そうして流るるままにの想定をした夢二の家を訪れたのです。この頃夢二はお陽さんが金沢から帰ってきたこともあり、結婚しようと考えている頃でした。しかし小原さんの父親が息子のことを詫びにやってくると、夢二はお陽さんと小原さんとのことを思い出し、またしても結婚を踏みとどまってしまいます。由紀子さんが夢二の元へやってきたのは、ちょうどそんな折でした。由紀子さんは、こう捨て上京したこともあって、雑誌、主婦の友に大正の野良などと揶揄されている最中でした。そうしてお会いした由紀子さんに対して、夢二は自叙伝、出版にこう書いています。三越製の奥さん、はじめから人の懐を狙っていつでも飛び込みますよと言ったように、無邪気にむしろ臆面もなく指輪を二つに切ってはめたような目でしげしげと見ていた。そして由紀子さんはこう話します。あんなものに先生の想定をいただいて本当にもったいないと思いますわ。いや、なかなか大変なものですよ。夢二は流るるままにの序文を読んだきりで、本文は読んではいませんでしたが、由紀子さんの細めて垂れた目は、どこまでも人を信じるというよりも、自分は誰にでも好意を持たれているということを疑ってみたことのないような嬉しそうな目で返したといいます。それから夢二と由紀子さんはたびたびお会いし、由紀子さんは作家希望であるにもかかわらず、私はあなたの弟子になって絵を習いたいのですと言ってきたり、またある時は、私今日銀座シネマへお約束がありますのよ、先生もいらっしゃらないと言って一緒に映画を見に行ったりと、次第に親密になってきていました。夢二と由紀子さんが急接近しているのをお陽さんは感づいていました。ある日、夢二が少年山荘へ帰った際、お陽さんは、私はもうあなたの愛人になる資格はないけど、やっぱりあなたは私のパパです、娘のつもりでこれからも。しかし夢二はもうお陽さんの望むパパになることも、お陽さんを娘のつもりで接することも、また友達として愛することもできませんでした。夢二は少年山荘にいるのが次第に嫌になってきていました。どこか、どこでもいい。何もかもから逃れて行きたい。東京から遠くへ。お陽から遠くへ。そして再び由紀子さんとお会いした時、由紀子さんはこんなことを口にします。私、流るるままにの中間を出す予定なんですの。私も東京にいるのが恐ろしくなってきました。こんな誘惑だらけでは私にはとてもたまりませんの。ねえ先生、私にはお国へ帰って捜索をした方がよろしいでしょう。そう思ってらっしゃるなら今はそうした方がいいでしょう。私、これからすぐお国へ帰ります。先生も途中まで送ってくださいませんかしら。
そして夢二はユキコさんのこの誘いに乗ってしまい、そのまま汽車に乗り込んでしまいます。誰にも告げずに、お葉さんにも何も告げずに。汽車の中でユキコさんは夢二にしきりに体をすりつけ迫ってきました。それを夢二はうるさそうに顔をしかめます。急接近したお二人でしたが、夢二にとってはユキコさんはほんの火遊び程度のつもりでした。先生は私と結婚してくださることをお嫌ですの？なぜ？私はちゃんと正式に結婚しなくてはいけないのです。それに先生と結婚することができたら、母もどんなにか喜びますでしょう。私も幸福ですわ。お葉さんは正式に籍が入っているわけではありませんでしょう。それなら私と結婚することもおできになりますわね。おかしな論法ですね。僕はそんな世間的なことに興味が持てない人間です。僕はエゴイストです。僕の立場からしか物を見ない人間です。お葉さんを今も愛していらっしゃるのね。愛しているかいないかそれが分かればこんな旅なんかしませんよ。それにそのことは人に言いたくない。私は一人で母の家へ帰りたくはないわ。そうしてお二人はユキコさんの故郷である秋田県へ着くのですが、ユキコさんは母親に対し、自分はあたかも夢二と婚約したかのように振る舞ったため、バカバカしいと感じた夢二は、一週間の後に一人東京へ帰ることにしました。お葉さんは何の連絡もせずに去った夢二を探している最中でした。お葉さんはもうすべてを理解していました。夢二はお葉さんが以前家出をしたこともあって、今回のことでお互いに両成敗にするつもりでしたが、お葉さんはもう二人が一緒にいることの意味がわからなくなってきていました。そしてついに夢二に家を出ることを話しました。そこで夢二は金沢にいる知人西尾源次郎さんのもとへしばらく置いてくれるよう頼みます。パパにはなれないと言った夢二ですが、まだお葉さんと別れることは考えられず、金沢にいるお葉さんに、もう二度とあんな嫌な怪物、坊主頭の化け物は連れてこないように、あののたうち回る汚らしいお芝居を思い出すと、ドブの水を飲まされたよりも気味が悪い。明日は部屋中を消毒して畳を拭くつもりだ。そして、さっぱりしよう。お前もまた温泉へでも入って体を清めてくれ。ね。来年の春に身持ちになっておくれ。きっとお前はいい子を産むだろう。子供を欲しいというお前の心持ちを俺は嬉しく思う。といったお手紙を送ります。夢二も散々浮気をしていたにもかかわらず、お葉さんが浮気をしたら心も体も汚されたといった考えでした。次の日も、夢二はお葉さんに熱烈な手紙を送ります。生きているうちせめて幸福に暮らそうよね、お葉。いつ死ぬかわからない人間が何だってそんなに苦しむのだ。忘れよう忘れよう、忘れて新しい心持ちを覚悟として生きよう。過ぎた日は忘れようね、お葉。これからだ、これからだ。すべてを忘れてまた一からやり直す。この手紙を受け取ってお葉さんの気持ちは再び揺らぎ始めていました。お葉さんは返事の代わりに番茶と白檀を送ります。お二人の交際が再び最初から始まろうかという頃でした。夢二にとって青ざめる出来事が起こります。秋田にいるはずのユキコさんが突然少年山荘にやってきたのです。彼女はまだ夢二と結婚することを諦めてはいませんでした。それから間もなく、竹久夢二と山田由紀子さんのゴシップがたちまち新聞を賑わせました。至るところで写真に写り、自分のことを噂されることが好きな由紀子さん本人が記者へ情報を提供したと言います。竹久夢二さんは同性の夫人と別れて、女流作家山田由紀子さんと同居して、ちらほら噂の種まきをやっている夢二氏の夫人は、手切れ金とかをもらって温泉への逃避行をやっているよし。
この新聞の記事を読んだ夢二は慌ててお葉さんに手紙を書きます。そちらへ行ってから体はどんな風だろう。森は毎日苦しい心持ちでとても生き出せはない。世間はまるで俺を仇のように悪く言う。友人だと思っていた人間も案外頼みにならぬばかりか、まるで俺の幸福への道を妨げることばかり考えているようにしか見えない。多分お前をも不幸にするだろう。お前はどうか今しばらくしっかりして、俺の幸福のために何も言わないで、俺を信じて見ていてくれ。きっと昔の倍も100倍も、俺はお前を可愛がるだろうから。どうしてもお前でなくては、俺は生きていけないのだ。ただ、悪い夢を見ていたのだ。悪いことになったのを残念に思うが、これはどうも二人の責任で、二人が忍び合わないといけないのだ。お前がしきりに恋しい。お前もそうであろう。今俺のことを何も聞かないでくれ。決して俺の信じることを忘れないでくれ。言い訳のように書かれた手紙、そして手切れ金をもらったと書かれた新聞の記事、優しすぎると言われたお葉さんですが、ついに彼女は激怒しました。そして夢二に、これからは自分の力で自分の行く手を開いていくという手紙を送ります。それを読んで夢二はこんな手紙を送ります。俺が知らせなかったのは、あの新聞のように形の上でははっきり何も決まっていないからだ。お前はあの新聞を読んでから強くなったと言っているが、運命を超えて自分の力で自分の行く手を開いていくとお前は言うが、自分の力というものが果たして自分のものだろうか。一体人間が生まれてきたことが自分の力だろうか。生まれてくることも死ぬことも自分でできると思えるか。俺はどうもそう思わない。俺の人形は美しくて懐かしい。やはり何と言っても俺のものだ。俺は俺の作った人形を捨てることは死ぬまでできないようだ。しかし俺の人形はどうも生きているらしい。俺はあんまり上手に作りすぎたようだ。俺は寂しい。お前は苦しいと言うが、この手紙が月次第一日で書いてくれ。神様に懺悔するつもりで書いてくれ。それができないなら、俺は俺の人形は可愛いけれど壊してしまわねばなるまい。そんな時の来ないように俺は願っている。俺は笑われたくない。俺は生きて行かねばならない。何もかも会ってから話す。しかし夢二とお葉さんが再会した際、お葉さんはもう夢二の人形として生きることを拒否しました。夢二の人形として壊れる時が、お二人の関係が壊れる時が、そしてお葉さんで亡くなる日がとうとうやってきたのです。しかしお二人の交際を終わらせることを阻止するべくやってきた人たちがいます。それは小原さんが心中未遂をした際に看病した医師正木不助球さんらが短歌会の会員とともに押しかけてきたのです。この会は夢二も会員となっており、正木さんは、ユキコとの結婚には絶対反対。お金を呼び戻すこと。ユキコは変態性欲者であり、夫や子供を捨てた不貞の女であり、低層観念に著しく欠けている。また不助球さんはこうも告げます。ユキコと結婚するならば夢二は社会的地位を失うだろう。短歌会からも夢二を除名する。理屈はなしにお金さんを呼び戻しておくれと全会員の署名を持ってやってきたのです。お葉さんも多くの画学生や画家と浮き名を流してはいるのですが、指摘する人は誰もいませんでした。実はこの頃夢二の人気は大正の終わりとともに失いつつありました。叙情画界隈では新たな画家が誕生していました。高畑歌唱さん、吹谷浩二さん、加藤正夫さんらといった新星が現れ出します。およそ10年前まで飛ぶ鳥を落とす勢いで人気があり、その地位は揺るがないと思われていた竹久夢二といえど、古い人と言われる時がやってきたのです。そんな夢二が再び代表作を書く力を取り戻すには、ユキコさんよりもお葉さんが必要だという友人としての考えがあったからでした。夢二は窮地に立たされます。
しばらくは少年山荘に座った山田由紀子さんとの同棲生活が始まるのですが、それは目を覆いたくなるものばかりでした。まずお葉さんが送ってくれた番茶と白檀を女中に頼んで捨てさせました。そして由紀子さんは一日中布団を敷きっぱなしにして、そこで食事をとり、昼も夜も寝転んで彼女の言う創作活動をしたり、寝そべってお酒を飲みながら客と応対するのも平気な女性でした。そしてまた騒がしいまでにジャズのレコードを聴かせてきたりして夢二を困らせました。そんな由紀子さんについに夢二は我慢ならず激怒し、由紀子さんもまた有名人というだけでどこにもコネを作ってくれそうにもない夢二から離れることになります。40日足らずの短い同棲期間でした。そして由紀子さんと別れた夢二は再びお葉さんとの交際に意欲を燃やしますが、お葉さんの決心は固く、また心の奥底ではもう夢二を信用することはできず、大正8年から大正14年にわたるおよそ6年余りの同棲生活に終止符を打つことになります。一人少年山荘に残った夢二は山田由紀子さんとのゴシップ、そして元号が昭和に変わり40代を迎え、すっかり過去の人となってしまっていました。そんな夢二が向かった先はかねてよりの夢であった海外でした。としましたところで今回は以上となります。このチャンネルでは私カリナシオンが愛してやまない20世紀について解説してまいります。このチャンネルをいいと思ってくださった方は高評価やチャンネル登録などをしていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。